で今日やるのはね、この柿ね、庭でね柿取ったんで、470、80個かな。今年少なかったんだよ。前800個とか取れたんだけどもね、1本だけあってそのくらい取れるんだけども、今年少なくて取れたんだけども、これをね干し柿にしていこうと思います。でまず収穫するときにポイントとしてさ、この枝ね、普通ここで切っちゃうんだけど、この、ね、根元で切っちゃうんだけども、この T 字で残してほしいのね。これ後でどうしても重要になってくるんで。で、まあ、まずはね、当然皮むいていきます。これピーラーで十分です、ピーラーで。よいしょっと。ね。ちょっと下手にね、下手のところに引っかかるけれども、まあ、なんとかやってください。包丁もあれば一番いいね。この部分は包丁でやった方がいいかもしれない。けどなきゃなくてもね、皮食ったって別にそこまで問題になるわけじゃないから。よいしょ。よいしょ。でこういう風に剥きました。今ちょっと包丁あるかな。あ、包丁あった。ここの仕事場倉庫だからね、何でもあるんだよ。どこに何あるか分かってないけどもさ、あちこち移動するからね。これでちょっとこう厚めだけどもさ、ヘタのところも剥いてあげてください。よいしょ。でこれで準備が整ったと。でね、渋柿作るとき、渋柿じゃない、干し柿ね、干し柿作るとき、どうしてもカビが生えてしまったとか、特に雨が多くてとかね、そういう年によってカビが生えてしまってうまくできなかったとか、で外に干すところがないですと、家の中に干すしかないんですっていう場合、どうするかって、どうしても湿気が家の中あるからどうするかっていうと、こういう渋抜き用のね、柿のアルコール焼酎があるんで、焼酎なのね。で今ちょっと後ろにダンボール見えないけども、このコンテナの奥に、この焼酎をつけた渋抜きしてる、まあ、生食用の柿もあるんだけどもね、そういう風にして使うんだけれども、これをね一回さ、器に、本当はハケあればいいんだけど、今ハケないからあれだけど、器に取って濡らしてあげると、こうすれば、消毒されて、カビ生えてきません。でこの状態で、まあ、どうするかっていうと、よいしょ。俺はねこの麻ひもこいつで結んじゃいます。その前にインディアン結びね、このこうあるのをここを、よいしょ、結んじゃうと。それほらサイズがね移動するやつできるんで、これでここにかけちゃうとね。でこれで干しとくと。これが俺の、やり方。両脇に干して、で、この途中にもね、絡めて結んでおいて、それで、たくさん干していくという形になります。で、この干し作業をちょっと進めて、出来上がったのをまた見てもらいたいと思います。まず、こう、横の方にね、よいしょ。回しながらやっていけば楽かな。で下の方こうやってとにかく剥いていくと。で上の方をこんな感じでいいよ、大丈夫。これ売り物じゃないからさ、自分で食べる用なんで、ちょっと手抜きでやってます。前まで俺のばあちゃんに来てた時はね、食べたい食べたいって言ったけど、今食べたいって人いないからさ。よいしょ。でこれでどんどん剥いていきます。こういう感じだよね。これ全部で何個やるんだ。 2,4,6,8 12個やります今回はね。それでやっていきたいと思います。さっきね、まあさらっと流しちゃったけども、この渋抜きのね焼酎をどう使ってやるのかってことをちょっと説明したいなと思って、まあ今もうやってしまったんで、残ってるのはこの今のね干し柿用のさ、これがね12個しかないんで、実演するってことはできないんで口で説明するんだけども、
まあ、その時はこの T 字の枝取ってしまって、でさっきみたいに器に取ると、焼酎をね、これ取ったやつね、中見せればこぼれるからあれだけども、それにこのヘタのところをつけてあげて、チャポッとつけて、でビニール袋、まあゴミ袋、うちゴミ袋使ってやってんだけどもね、ゴミ切れないやつだけどね、ピチャッとつけて、そういう密閉できる袋に入れてしまって、いっぱい入れて、一段やったら新聞紙引いて、また一段やって新聞紙引いて、で閉めるときにまた焼酎をちょっと振りかけてあげて、そして口を閉めて縛ってしまう。そして2週間、まあ、10日から14日、まあ、2週間置いておくと渋が抜けてしまって食べれるんで、まあ、そういうやり方で渋抜きをします。そういうそのための商品がこの渋抜き職人、まあ焼酎だよね、47度あります、ね、こういうのあればそれで OK です。あ、書いてたね、このここに渋抜き職人を浅い容器に入れて、ヘタ部分を浸すとか、もしくは渋抜き職人を、スプレーに入れて、で、ヘタに吹きかけると。で、それをまた、それをやったら、ビニール袋に入れて、密封しますって。見づらいな。俺も見ながら喋れないんだけど。うん。で、室温で5日置くと渋が抜けますと。ほーん、5日なんだ。うち5日じゃ抜けないから10日。まあ、10日を置くね、うちはね。うん。そうすると美味しく食べれるんで、まあ、こういう商品あるんで、もし庭にね柿の木があって、おじいちゃんおばあちゃんが植えたけれども、どう渋抜けばいいかわからないなーって毎年放置してる人って結構いるんで、まあ、そういう時はこういう渋抜き職人、渋抜き用の焼酎ってものを探してきてやってみてもらえたらなと思います。アルコール度数の高い、醸造した焼酎とか、そういうアルコールであれば、問題なくできるかと思うんで、まあ、やってみてください。せっかく柿ね取れるのにやらないっていうのはもったいないんで、せっかくだからねやってほしいなって。剪定さえしっかりしてれば、肥料も農薬もなくて毎年400〜800個、俺はね30年か40年経った木で取れるんで、まあ、おすすめなんでね、やってみてください。それでは作業にまた移ります。ちょっとね逆光だからさ映りづらいけれども、今干していきます。よいしょ、あとこいしょ、ね、暗くて見づらいけどごめんね、そこは本当にごめんね。で、ちょっと見づらいけれども、さっきのヘタにね、こう一周くるっと回すだけでもう落ちなくなります。これが楽なのね、本当に。映ってるね、うん。そうやってくるっと回してやれば、あとは麻ひもって摩擦が強いから落ちないのよ。これだけで十分落ちないの。これ便利、麻ひもは本当に便利。ビニールだと取れることもあるからさ、どうやら使ったことないんだけど、うん。でこれでほら OK で、互い違いにすることで、なんつうの、この手くっついてるとちょっと都合悪いから、互い違いにしてください。こうすればほら一本だけでも十分できるしね。でこれまだ焼酎つけてなかったんだから、後でつけるんだけどね、焼酎ね。今動画撮ってからやります。で最後仕上げとして考えて、やらなきゃいけないのは、何日置きだったかちょっと忘れたけれども、まあ、調べてテロップでも入れとくんだけども、干せてきたら揉んであげます。指でグニュ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 っと。なんでそれやるかっていうと、中の方に入ってる水分、これを外に出してあげて乾きやすくしてあげる。それやらないとカビ生えます。結構生えます。やり忘れたことあって、知らなくてね、やってたら大体カビ生えました。なんでかなって聞いたら、揉んであげなきゃダメだよって。もみ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 と揉んであげて、中の芯がなくなるぐらいまで揉むのね。ただこれ揉むのね、強くやりすぎると中のものがブニュッと出てきたりするんで、その加減はちゃんとね、こう潰れるか潰れないかぐらいのこの微妙なところでね、やってください。こればっかりは自分で覚えてもらうしかないんで、ね、それでやってみてください。揉むことを忘れないこと、そして外に干せる、天気が良くて暖かくて干せるんであれば、焼酎いらないけれども、もし、室内に干す、俺みたいにね、これ倉庫の中に干しますっていう場合は、さっき喋った焼酎をつけてあげるとか、そういうことをやってみてください。それは多分大体できると思うんで。でね、市販で売ってるような白い粉が吹いた、ああいうのは俺はできない。大体黒くなる、 黒い干し柿ができちゃうけれども、黒くても食べる分には問題ないんで、ね、自分で作ってみて、もし家にある場合は、
でもそれ渋柿がね、手に入る場合とかはやってみてほしいなと思います。甘柿でもできるのかな。青森はね、甘柿ないんだけども、俺の父方のおじさんは九州出身なんだけど、九州の方はね、渋柿がなくて甘柿なんだという話でね。で、うちの渋柿をね、渋抜きした段ボールそのまま京都に住んでんだけど、京都に送るとね、で食べれるからわかるんだろうけども、渋柿の方が甘くて美味しいって。まあ手間かかるけどね、あの渋抜く手間があるから、だけども美味しいと。それをいろいろこういう風に加工したり、渋抜きして送ったりしてんだけども、ね、もし渋柿とか甘柿とか柿がある場合はこういうやり方やってみてください。楽しいよ、こういうのやるの。本当に俺大好きです、ね。まあ、こういうことをどんどん動画にしていくんでね、まあ、もしこういうの興味ある人いたらね、チャンネル登録してさ、一緒に楽しんでいけたらなと思います。これ完成したらまた動画にします。